全教科0点。ご丁寧に名前は破られている。バスタオル姿でわからなかったが、犯人はこの中にいる。四つ葉、白状しろ。当然のように疑われてる。それで同じ髪型にしたんだ。逆になんでお前らは顔だけで判別つくんだ。はあ、なんでって。こんな薄い顔ミクしかいないわ。こんなうるさい顔ニノしかいない。ごめん。薄いって何？うるさいこそ何よ。うるさいは。上杉さん、いいこと教えてあげます。私たちの見分け方はお母さんが昔言ってました。愛さえあれば自然とわかるって。道理でわからないはずだ。もう戻していいかな。なんで今日はそんなに真剣になってるんだろう。シャンプーの匂い。え、なんかキモ。変態。これだ。お前たちに頼みがある。俺を変態と罵ってくれ。あんた手の施しようのない変態だわ。違う、そういう心に来る言い方じゃなくて。ほくろで見分けることもできるけど。お手軽。どこにあるんだ、見せてくれ。風太郎になら見せてもいいよ。ダメです。そもそも犯人のほくろを見てないと意味がないでしょ。それもそうか。風太郎くん、もしかしたら犯人はこの中にいないのかもしれないよ。どういうことだ。落ち着いて聞いてね。私たちには隠された6人目の姉妹むつみがいるんだよ。なんだって。むつみは今どこに。あの子がいるのはこの家の誰も知らない秘密の部屋。ややこしい顔しやがって。もうわからん。